風力発電、太陽光発電設備を導入している。株式会社オリンピアは、東京都に本社を置く、大手パチンコパチスロメーカー。現在は大手、パチンコメーカーの平和の完全子会社。2007年より、パチンコ機の開発、販売にも進出。2000年に平和と資本提携を結び、資本提携後は、平和が販売するパチスロ機の開発をしていた。2002年、ゴルゴ13より、パチンコの製造を開始。2003年2月、オリンピア製販売代理店向けブランド、ゴールドとして、ジュピタークイーンを発表。2005年ビコ組に加盟し、自社でのパチンコ製造開始。2006年3月、オリンピア製平和販売のブランドとして、平和ブロスを設立。2006年5月には、ゴールドブランドをフィールズとの本格業務提携に、合わせて、ゴールドオリンピアに、改名。2006年8月、大泉と業務提携し、オリンピア製大泉販売の新ブランド、大泉ネオが誕生するなど、近年は平和以外の企業との関係を強める動きも見られた。2007年8月1日付で平和が株式交換方式でオリンピアの全株式を取得し完全子会社化した一方で、従来オリンピアの筆頭株主であった株式会社石原ホールディングスが平和の経営権を取得したため、事実上オリンピアが平和を買収した格好となった。その後2009年にはオリンピアの営業、販売部門を平和に分割譲渡しており、これ以降、パチンコ機種の発売がストップしているほか、オリンピアで発売された CR 元祖、大江戸桜吹雪の後継機 CR 元祖、大江戸桜吹雪2が平和から発売されたり、長らく平和から発売されていたパチスロのアントニオ猪木シリーズの最新機種、アントニオ猪木が元気にするパチスロ機がオリンピアから発売されたりするなどしている。出展、パチスロ機種情報、機種インデックス。ありがとうございます。